北国新聞ニュースをお伝えします。地震の被害を受けた七尾と輪島の3つの和太鼓団体が合同チームを作り、今月21日に和倉温泉のイベントに出演することになりました。合同チームが出演するのは和倉温泉元気フェスタで、七尾市、輪島市、志賀町の県内西1町と富山県氷見市から20の和太鼓団体が出演します。その一つ、輪島切子太鼓保存会は、地震による避難や天候などで20人以上いたメンバーが5人に減り、出演を諦めていました。しかし同じく被災した和倉井出湯太鼓の呼びかけで、七尾市中島町の袖井和地太鼓も含めた3団体の合同チームが結成され、イベントへの参加が実現しました。元気フェスタは和倉温泉お祭り会館前広場で21日午後3時から行われ、合同チームで練習する輪島切子太鼓保存会の笹原光雅ちゃん5歳は、力いっぱい太鼓を叩きたいと意気込んでいます。フェスタの実行委員長を務める山崎光夫さんは、能登は必ず復興するという思いをバチに込め、能登の人に勇気を与えたいと話していました。観光イベントに向けたぼんぼりが金沢の湯涌温泉に取り付けられ、夜の湯の町に復興への思いを伝えています。湯涌ぼんぼり祭りは、湯涌温泉を舞台にしたアニメ花咲くいろはにちなんだイベントで、今年は復興をテーマに10月19日に開催されます。湯涌稲荷神社の下にある階段では、おとといの夜から361基のぼんぼりが灯されています。ぼんぼりには復興祈願、頑張ろうのとといったメッセージが記され、イベントの実行委員会で委員長を務める山下慎一郎さんは、10月の祭りでも復興をテーマにしたイベントを盛り込みたいと話していました。アニメ花咲くいろはには能登鉄道の西岸駅をモデルにした駅が登場することなどから、ぼんぼり祭りに訪れる人の中には、湯涌と能登の両方に強い思いを抱くアニメファンが多いということです。ぼんぼりはイベント翌日の10月20日まで灯されます。加賀市片山津温泉の愛禅寺は、被災地の復興を祈ろうと境内に百合を手に持つお地蔵さんを置きました。愛禅寺は幸せをテーマに20年以上にわたって魅力アップに取り組み、今回は石像の代わりに百合のオブジェを持つお地蔵さんを作りました。高さ 1.5 メートルほどの地蔵は護摩堂の前に安置され、手にするレッドカサブランカは寺の愛禅明王にちなんだ幸せを呼ぶ赤色の百合です。地蔵は金沢市の鍛鉄作家渡辺薫さんが手がけ、その周りでは今200株のレッドカサブランカが見ごろを迎えています。愛禅寺の竹内修学住職は、被災地の復興を祈るとともに、片山津に足を向けてもらう入り口になる場所にしていきたいと話しています。愛禅寺は今後およそ400本まで百合を増やし、摘んだ花をプレゼントするオーナーズクラブの設立も計画しています。北国新聞社は、能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています。義援金へのご協力には4つの方法があり、寄せられた義援金は石川県に届けられます。現金書き留めの場合は、能登半島地震義援金と明記した上で、北国新聞社総務部宛てに送金をお願いします。義援金専用の口座に振り込む場合は、事前に受付窓口に連絡をお願いします。ご連絡がない場合、預かり証の交付と記事掲載はできませんので、ご了承ください。
直接義援金を持参される場合は北国新聞社1階で受け付けます。デジタル決済による寄付は北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください。義援金の受付はご覧の4つの方法があります。皆様のご支援をお待ちしています。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりました。シェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上でデータ通信の容量を分け合うことができます。例えば夫婦2人で4ギガの容量を利用する場合、動画をよく見る妻は3ギガ、ネットで調べ物をする夫は1ギガというように自由に分け合うことができます。一緒に使うことで無駄がなくなり節約につながります。容量シェアプランでは2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類あります。スマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円、スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です。乗り換え時に必要な初期登録料は無料。シェアプランに加入すると金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割が適用され、毎月1100円割引となります。お申し込み、お問い合わせは金沢ケーブル 0120-751-114 番までどうぞ。